ここ最近久々シリーズとして幼ちゃんをプールに落としたり退学にしたりお友達になったりしたんですが、今回は2年以上ぶりに他の生徒に罪をなすりつけていきたいと思います。一番最初に濡れ衣の動画を出してからもう2年経つんだ。早くねえかね。まあその時よりも知識は格段に上がってるんで、いろいろ検証していきたいと思います。それじゃね、なすりつけていきましょうまずは普通になすりつけていきましょう。はい、じゃあ最初にドラマクラブに入ります。サールはテーションズ入部する。ああ、君の目を見ればわかる。君も僕たちのようになりたくてここに来たのだろう。いや違います、全然違います。演劇部に入部すると仮面や手袋を使用できるようになり、正体を隠したり凶器に DNA がつかないようにしたりできます。また演劇部の備品は凶器になるものも怪しまれずに持ち運ぶことができます。もちろん君も演劇部に入りたいようだね。今から君もうちのメンバーだ。光栄だろう、スターレットよ。スターレットって何？はい、で演劇部に入ると胸にバラのなんか変なものをつけます。コサージュっていうのかな、わかんないけど。で次に手袋をつけることができるようになるんでつけます。これで指紋をつけずにいろんなものを触ることができるようになります。はい、そしたら準備に取り掛かりましょう。はい、次はアートクラブでカッターとマスキングテープを取ります。 OK。 次はゴミ捨て場に置いてある段ボールの箱、これですね。この箱をマスキングテープで閉じて、そこにカッターナイフを突き刺します。はい、みんな見て、これ完成しました。犯罪なすりつけ機。はい、このカッターをお願い助けて抜いてっつって抜いてもらって指紋をゲットします。備品出してたんだけどカッターが抜けなくなっちゃった。抜いてもらってもいい？怪しいのでやりません、他の人に頼みなさい。という感じで生徒会の人には抜いてもらえません。じゃあ不良に代わりに抜いてもらいましょう。クソガキ抜いてくれ。備品を出してたんだけどカッターが抜けなくなっちゃった。抜いてもらってもいい？怪しいのでやりません、他の人に頼みなさいお前本当に不良か？口調がおかしいぞ。はい、という感じで生徒会と不良と先生にはこのカッターを抜いてもらうことはできません。はい、じゃあ実際にねライバルちゃんに抜いてもらいましょう。なんかちょっと卑猥ですね。備品を出したんだけどカッターが抜けなくなっちゃった、抜いてもらってもいい？もちろん、はいどうぞ。はい、こんな感じで簡単にライバルちゃんの指紋を手に入れることができました。そしたらライバルちゃんの指紋がべったりついたこのカッターナイフを取ります。でこのライバルちゃんの指紋がついたカッターでやっちゃいましょう。よいしょはい、そしたら指紋がついたカッターナイフ以外の証拠を消します。まずは服についたケチャップを洗い流して綺麗な服に着替えましょう。そしたらケチャップがいっぱいついたこの2つを焼却炉に入れます。はい、入れたら燃やします。起動 OK。 これで完全に証拠を隠滅することができました。そしたら警察が来るのを待ちましょう。警察が学校に到着した。警察は柏渕はずくんの死体を発見した。警察ははずくんの血痕がついたカッターナイフを発見した。凶器からライバル不滅の指紋が検出された。ライバル不滅は警察に逮捕されライバルちゃん何してんのこれ、ふざけてんのか。手錠をかけられてんだけどなんか覗いてる。これ幼ちゃんとストーカーが電話してるところを心配そうに覗いてるライバルちゃんだよね、知らんけど。警察は綾乃を含む全ての生徒に質問した。警察は綾乃を犯行と結びつけることはできなかった。警察は事件の犯人を逮捕したと信じ込んだ。捜査は終了し生徒は帰宅を許可された。はい、じゃあねライバルちゃんの様子を見に行きましょうか。はい、生徒情報で確認してみましょう捕まっとる、檻の中にいるライバルちゃん、冤罪どんまい。はい、じゃあね次はあの箱を使わずになすりつける方法をやっていきたいと思います。まず凶器を落とします。そうするとん、あれは何だろうって言って
近づいてきます。見てますね。全然違うとこ。誰かが落としたのかな、まったく元の場所に戻しておこうと言いながら、その凶器を素手で掴みます。もうわかりますよね、これでやつの指紋はゲットしました、バカめ。はい、武器を拾った生徒は元の場所に戻します。いい子だ。じゃあそのままやっちゃいましょう。よいしょ。はい、ということで今回はもし亡くなった生徒の指紋が凶器から出てきたらどうなるのか見ていきましょう。嘘、人が死んでる。はい、でいつも通り証拠隠滅をして、はい、オッケー。警察が学校に到着。山崎鶴蔵の死体を発見。鶴蔵のケチャップがついたファンタジーソードを発見。鶴蔵の指紋が検出。殺された鶴蔵の指紋が凶器から見つかった。警察はその理由がわからない。その理由がわからないで捜査やめちゃうのかい。しーらねみたいな感じかな。はい、という感じで亡くなった人から指紋が検出されてもわかんないみたいですね。はい、次は保健室で注射器を取ります。普通学校にねえけどな。で次にインフォちゃんから鎮静剤を購入します。鎮静剤の入った瓶、これを誰かの食べ物に入れると食べた人は眠くなり学校の保健室で休みます。今回は食べ物じゃなくて注射器に入れます。購入。鎮静剤を拾って、みんな大好きドリルヘアのココナちゃんを呼び出しましょう。はい、シカトされてます。後で話そう。なんか避けられたような感じするわ。無理やり引き止めて呼び出しましょうか。ほら、ついてきて、すごいものを見せてあげる。オッケー、連れてって。はい、そしたらココナちゃんを体育館倉庫に連れて行きます。はい、来ましたねココナちゃん。そしたら扉を閉めて鎮静剤の入った注射器をココナちゃんにぶち込みます。手洗い真似はしたくないの、おとなしくして。もう十分手洗いけど。はい、こうすることでココナちゃんを眠らせることができました。そしたらこの眠ったココナちゃんをここの楽器ケースにぶち込みましょう。よいしょっと。ん？今髪の毛なくなったよね。ねえ。なくなってます。なんか不思議だねみたいになってる。はい、ココナちゃんを眠らせた後は誰でもいいんで一人やります。よいしょ。オッケー。はい、ココナちゃんが箱に入ったまま警察が来るとどうなるのか。警察が学校に到着。ココロちゃんの死体を発見。警察はココナちゃんのケチャップがついた注射器を発見。凶器から指紋は発見されなかった。警察は楽器ケースの中からココナちゃんを発見した。しかし彼女はなぜ楽器ケースの中にいたのか分からず、警察は何があったのか解明できなかった。このココナちゃん可愛すぎでしょ。あれ、なんでここにいんだろうみたいな。警察もなんかめっちゃ引いてる。はい、という感じでココナちゃんを箱の中に隠すとこんな感じになります。はい、次はまずおさなちゃんに抜いてもらいましょう。距離だいぶ遠いけど大丈夫？近づいてきた。はい、おさなちゃんに抜いてもらいました。お人よしのバカめ。みんな優しいんだな。そしたらおさなちゃんの指紋がべったりついたこのカッターナイフでハズくんを襲います。何回もごめんね。はい、そしたら服にケチャップをつけたまま警察が来るのを待ちましょう。警察が学校に到着。ハズくんの死体を発見。ハズくんのケチャップがついたカッターナイフを発見。おさなちゃんの指紋が検出。なじみちゃんは警察に逮捕された。警察は綾乃の服がケチャップで、そのケチャップが彼女のものではないことに気づいた。綾乃は殺人現場に遭遇しケチャップを浴びただけだと警察を言いくるめた。恐ろしいやんちゃん。私はたまたま殺人現場に遭遇しただけなんですって言っただけで信じてくれんのか。警察大丈夫か。冤罪ばっかになってないか。先輩もおさなちゃんに怒ってますね。先輩はおさなが人を殺すような人間だと分かり広く失望した。はい、という感じで凶器に指紋があれば服に血がついていても警察を言いくるめることができます。はい、次は証拠を隠滅したとしても正気度がゼロ。
ヤンちゃんが狂っていた場合はどうなるのか見ていきましょう。警察が学校に到着、死体は発見、ケチャップがついた凶器を発見、リクの指紋が検出。警察は綾乃が狂気に満ちた行動をしていることに気づいた。警察は綾乃を詳しく調べ、罪を犯したことを特定した。今回の警察めちゃくちゃ優秀じゃん。ただこのヤンちゃんめちゃくちゃ怖い。狂気に満ちすぎでしょ。綾乃は逮捕された。はい、という感じで証拠隠滅をしても正気度が 0% だと警察になぜかバレてヤンちゃんは捕まってしまいます。はいはい、次はココナちゃんの指紋を取ります。さっさと抜けや。はい、ありがとう。そしたらココナちゃんを体育館倉庫にまた連れて行きます。そしたらまたまたココナちゃんを眠らせて箱にぶち込んで、ココナちゃんの指紋がついたカッターナイフでやります。そしたら証拠を隠滅してどうなるのか。警察が学校に到着、ハズくんの死体を発見、ココナちゃんのケチャップがついた注射器を発見、凶器から指紋は発見されなかった、ハズくんのケチャップがついたカッターナイフを発見、凶器からココナちゃんの指紋が検出。警察はココナちゃんが楽器ケースの中で眠っているのを発見した。警察は彼女は犯行後にケースの中に隠れたと結論付け、彼女を逮捕した。隠れてないのにかわいそう。髪の毛もなくなっちゃってるし。はい、という感じで隠れたと勘違いされて捕まってしまいます。普通にかわいそう。てか思ったんだけど、ライバルちゃんの時もココナちゃんの時もそうだったけど、捕まった瞬間の姿が反映されんのかな。だとしたらこいつが泳いでる最中に捕まったら泳いでんのかな。試してみましょう。警察が学校に到着、死体を発見、ケチャップがついたカッターナイフを発見、凶器からザメトライたちの指紋が検出。ザメトラ君大丈夫か。あれかな、水遁の術でも使ってんのか。ナルトとかに出てきそう。ザメトライたち、かっこいい。それとももしかして漏らしてる。はい、以上なすりつけでした。この他にもなすりつけた後に評判を下げてみたり、金曜日の告白の前に幼ちゃんになすりつけてみたりしたんですが、特に面白い検証結果はなかったんで動画にしませんでした。それ以外もタスクを使って不良になすりつけるというものがあるんですが、それも今はできなくなってます。はい、という感じでした。ゴールデンウィーク楽しみましょう。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。